は、なこです。今日はこの通りメイク動画になっております。超久しぶりなんですけど、メイク道具がちょっと変わったし、最近ちょっとメイクも変わっん？メイク道具も変わったし、メイク方法もちょっとだけ変わったと思う気がする。わかんないけど更新してなかったので、ちょっとメイクをご紹介したいと思います。ちょっとカラコンつけていいですか？あまりにもブスすぎるので。カラコンはこれ使います。これエスパがイメージモデルしてるカラコンなんだよね、多分今。これのグレーを使っていきます。でこれ超お気に入り、グレーのカラコン。目のサイズがさ全然変わってくるから本当に勘弁していただきたいですね。レーシックしたい。レーシック合ってる？眼球にレンズ入れるやつ、あれをしたいです。大人になったらします。高いんだよな、あれ多分。全然さ、ライトであれなんですけど、こんな感じ。ライトすごくない？超目がキュルキュルしてる。はい、入りました。そしたらメイクしていきます。多分これ人参パッドなんですけど、多分もう大丈夫だと思う。下地こちら使います。ダルバのこれを使います。パープル。ちょっとさ、後ろのゴヌクにピント合うのすごくないですか？ちょっとゴヌクさん、めしゃばりすぎ。これはね、指で伸ばします。なんか前までスポンジ使ってたんだけど、スポンジに吸収されていく量が多くて、指で塗った方がいいことに気づきました。どうなんだろう、ズボラすぎなのかな、私が。なんか指の方が綺麗に塗れる気がする。このダルバの下地は保湿力が結構高めなんですよね。なんかいろんな下地使ってきて、トーンアップの下地なんですけど使ってきて、乾燥するとかさ、白くなあんまりならないとか、なんか白くなるけど乾燥するとか、なんかどっちかだったんだけど、これは白くなるし保湿もしてくれるし、美容液成分がいっぱいみたいな感じじゃなかった？これってめっちゃ嘘言ってたらごめん。日焼け止めの効果もあるんですけど、大丈夫かな。 YouTube としてさ、指で伸ばしますとかいいんだよね？別に変じゃないよね。本当に最近動画を撮ってるんですけど、しちゃうことが多くて、まあ、勝手に消えた事例もあるんですけど、なんか自分の動画に満足いかなくて、いろんな YouTuber を見るからこそ怒るのかなみたいな、そういういろんな人と比べるっていうか、自分が分かんなくなっちゃってさ、どんな動画あげたらいいんだろうみたいになっちゃって、進まなくなった、撮れなくなった。はい、バニラコのクッションファンで使います。これはマジいい、マジいい。こうポン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 ってポン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 ってする感じです。結構人の Vlog 見るのが好きで動画見るんですけど、こういう撮り方をするんだみたいな感じで見ちゃうようになるし、なんか自分もそう撮れればいいのになって思っちゃったら、この間撮った動画やめようってなるんですよ。わかるかな、なんか、あ、やっぱああいう撮り方したいみたいな。でももう次の日になったら違う人見て、あ、こういう撮り方したいって言って、なんか定まらないんだよね。なんか枠にはまりたいのかはまりたくないのかが自分でわかんなくて、自分を見失うことが多々あります。あ、めっちゃ肌綺麗。最近は味噌汁を食べるのをハマってて、朝ごはんが超日本食みたいなご飯が多いです。なんか肌荒れしてる。なんか最近ラーメンめっちゃ食べるんですよ、私。なんかラーメン好きで、ちっち
ゃい頃はラーメン好きじゃなかったんですよ。熱い食べ物が嫌いで、ラーメンにカップラーメンに水を入れて食べるくらい好きじゃなくて、デコルテのパウダー、最近ラーメンを巡るように巡る、毎日ほぼ毎日2日に1回とかラーメンを食べに行くことが多くて、ラーメンって一人で食べに行けるじゃん。だから夜ご飯の時とかもラーメン食べに行こうとかなって、その辺の美味しい屋さんを探して食べに行くんですけど、小麦じゃない麺って、私小麦多分なんか肌に合わないのか、なんか結構菓子パンとか食べるとすぐニキビできちゃうとかあるんですけど、それと一緒に本当にラーメンもニキビができるようになったんですよ。本当に秘宝すぎる、本当に嫌だけどラーメン食べたいんです。グルテンフリーのラーメンとかないのかな。はい、眉毛、もうキャップどっちもないんだけど、やっぱN4 番ですね。はい、これを、私はこの下を最初下なぞって、あ、ちょっと太い、上なぞってこう埋めていくっていうスタイルですね。で、先はあんまり埋めないで、自分でこのブラシの方で、ブラシの方でこうぼかすって感じ。あんまなんか眉毛濃くしないようにしてます、最近。はい、できた。したら目アイメイク入っていきます。アイメイクは、ちょ、頑張って近くで撮るかな。最近は2本のダブルライナーを使うんですけど、ケイトとセザンヌのピンクを使うんですけど、最初にこのピンクの方で下書きみたいな感じでしていきます。こう涙袋ので、え涙袋のこのぷくっとしてるところと、この先は上に上げないで、こうそのまま下にこうスーって消えてく感じで変えております。こう、分かるかな、こんな感じで、このまま目の形に沿っちゃうと釣り目に見えちゃうから、はい、こう下に、こう下のままキューって理想の目の形のようになぞっていきます。そしたら二重の延長線をもうこうビーってなぞります。はい、こっちもね、わかんないこんな感じでなぞります。そしたらこのここら辺までアイラインを描くので、私一回描いてみますね。はい、だいぶ長めのアイラインじゃないんじゃ、長めのアイラインなんですけど、アイシャドウも入れるので一旦これで OK です。反対もあります。先はなんか習字の払いみたいになるように頑張ってるんですけど、まあ、近くで見ないと分かんないと思うから、うまくいかなかった日はうまくいかなかったで、うまくいった日はちゃんと払いになるようにしております。そしたらアイシャドウやっていきます。アイシャドウね、見て、じゃーん、え、ピント合ってる？デイジークのこの何色あんの、 20色のアイパレット使っていきます。はい、で感じ嬉しい。で、なんとマット、こちらもオリーブヤングでこの買ったんですけど、このブラシにこのキーリングがついてたんです。もうちょっと壊れてたんですけどキーリングがついてきました。 X でこうなんか可愛いのあるみたいな流れてくる前なのかな、流れ始めた時かな、なんか
誰かが気づいて公式から発表する前にもう売ってあってゲットできたって感じなんですけど、なんかこんな感じのブラシで可愛いの、銀の。ちょうどブラシ欲しくて、なんかこういうの使ってて汚くなったので使いました。大きい方のブラシを取って、ベースはじゃなくて、ここの、え、やば、なんかバイトから見える、え、なんかライン来た、怖い。これ一番左下の取って全体に塗ります。まずね、全体に全然濃くなくていいです。なんかパウダー塗る程度くらいでいいです。したらこの上から3番目のこの色を、この目の際ここに塗っていきます。こう三角ゾーンを埋める感じ。ピンク使いたいので、この一番濃いピンクを向き側に、三角ゾーン埋めたあたりらへんのを、上をちょっとこうなぞる感じ、ここククってなぞる感じで描きます。で、なんでこっちに描かないかっていうと、中顔面が短くなるんですよ、ここを塗ると色入るから、下にね。だから下に入れるようにしています。最後にいっちゃんこの細い筆で、いっちゃん黒色を使って、目の際こうなぞる感じで描いていきます。ここに鏡欲しいね。ラメは結構種類があるんだけど、この一番大きさ、一番でもないけど、この上の大きそうな色を使って、この指でこうポンポンポンってポンポンポンって、この黒目の上とあとサイドにポンポンって目尻に向かって塗ります。あとはもうちょっとぼかしてあげるくらい、こするよりポンポンしてあげるとラメは綺麗に出てくれると思います。こうポンポンポンって、やばい、超かわいい。そしたらこの黒い方のダブルライナーでこの目尻、まず二重幅の延長線をこのアイラインに沿って描きます。そしてここ下もちょっと、黒目の下をちょっとなぞるくらい、結構今回アイシャドウをしっかり描いてるので多分大丈夫だと思います。あとこっちも黒目の下をちょっとちょん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 って、一番濃くしたい真ん中を、手だけなので濃くしてあげて。まつげはまつエクをちょっと今してて、マスカラとかまつビューラーとかもしないんですけど、このまつげのコーティング剤を使ってまして、これを塗っていきます。だいぶね、量減ったね。これを使うとなんかまつげが抜けにくくなるし、綺麗に見えるから落ちが良くなると言われております。で、塗れたらピンセットで優しくつまんで固めるみたいな、糊を塗ってる気分です、気持ちで。つけてからだいぶ時間経ってるんで、左右の本数の差はすごいんですけど、こんな感じでアイメイクは、どうしよう、終わりにする？ラメ使おう、ラメラメ。そう、デイジークでラメを買ったんですよ。こちら、じゃじゃーん、可愛くない？このラメを涙袋の下、下、真ん中、黒目のところ。あんまりね、塗るとギンギラギンになっちゃって、すごいゴテゴテになるので、これくらいが一番綺麗に見えるかなって思います。目キラキラ、かわいい。そうしたら、シェーディングをします。シェーディングはね、このアートトゥークールアートクラスの、何番使ってるんだ、真ん中の使ってて、こう
こーっくーっ、え、意味あんのかなっていう、こうシュッシュッチョイチョイチョイって効果音すごいんですけど、え、以上です。こうシュッてやってもらって、こうシュッてやってもらって、シュッチュッぷいぷいぷいって感じで、はい、おしまいですでも気持ちの問題、シェーディングに関してはだと思ってる。唇いきます。まずラジプランパー、バニラコのプランパーです。ポップアップ行かせてもらったんですけど、めっちゃ可愛くて、で本殿にあるオリアンのポップアップみたいなのも行ったんですよ、旅行中に感覚で。そこもなんか新しいデザインが出てて可愛くくて、お兄さんがイケメンだったなんかさ、オリアンとかそういう美容部員超イケメンじゃない？なんか超でもないかもしれない、アイドルまではいかないけどみたいな、そんなこと言ったら叩かれそう。なんか顔、やっぱり美容に意識を持ってる男の子ってかっこいいなって思いました。はい、綺麗に見える、それだけでも全然違う。本当になんかもっとメイクみんなしてもいいなと思います。あー痛いもん、痛くなってきますよこれ。この間にチークを塗りましょう。チークはじゃん、新しいの買いました、リリーバイレットのこの02番、チョイピン、チョイピンを使います。もうめっちゃ使ってるからさ、文字も消えてるんですけど、これ2色をこうプイプイプイってして、普通にこの三角になるように私はよく塗ってます。はい、はい、こんな感じです。はい、そしたら反対もプイプイプイって何なんだろうこの交換。なんかね、これちょっとラメが入ってるのかな、キラキラするんですよ。で鼻先もそっそっそってでつけます、そっそっそって。で顎もふふふふふってなら OK です。口いきます。唇、この口の上ここに置きます。そして口角上げます。私ちっちゃい頃に階段から落ちて口切ったことがあって、ここ口裂けたんですよ。だからこっちだけ口角上がってるの、本当に嫌な左右非対称な顔なんですけど、ここの下、唇のこの下にもこうやって塗ります。これさ、ぼかさないで歩くとマジ口裂けババアだから、みんなちゃんとぼかしてください。本当にダメだよ、忘れちゃった。リップ塗ります。リップは最近はね、最近は2色使いをしてるんですけど、リリーバイレットのウォーターティントと、デイジークのこのキャンディープラみたいな、こういうペンシル型のやつがあるんですけど、これはあのなんかイベントの数合わせで買ったんです、金額合わせで買ったんですけど、思ったより良くて使ってます。はい、こちらウォーターティントなので、奥側ね、こんな感じで塗って、そしたらティッシュオフします。はい、このくらい、このくらい大丈夫です。でこちらキャップ、カチッってやると出てくるんですけど、これでこれ注意ね、あんまり塗りすぎるとあれなんですけど、かポン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 と開いて感じだと綺麗に塗れます。こうプルプル系になるよっていうリップです。これはね10番なんですけど、こうプルプル系になるよっていう、マジで冬とかティントだけだと乾燥しがちなんですけど、多分こういうの子があると乾燥しにくいよっていう感じになると思います。
期ね、乾燥するからみんなちゃんと保湿クリーム塗った方がいいですよ。乾燥してからじゃ遅い、本当に。たらハイライト最後いきます。こちらトゥーフェイスのずっと使ってるこのパーンのアイシャドウ、割れてます、ごめんなさい。もうね分解されちゃったんですけど、これをこうそれって取って、ディオールのこちらのハイライトもこれを指に取って、はい、おしまいで感じです。で多分メイクをおしまいです。これで外出れます。髪の毛していきたいと思います。バイバーイ。じゃーん、髪の毛もしてきました。待って、過去一髪の毛うまく巻けたんです今日髪の毛の長さもいい感じになってきたんですけど、なんとこの首目巻きってやつ、私ちょっと上手くない、ここコテ40ミリ使ってるんですけど、髪の毛の巻き方とか前髪とかはまた別の動画で出したいと思ってるので、今日はちょっとメイクだけになっちゃうんですけど、超可愛い、可愛いですね。はい、このメイクを最近だと、最近このメイクの仕方でライブとかも行ってきたし、韓国旅行も行ってきたので、すごいいろんな写真いっぱい可愛く写真撮ってもらったので、その写真はインスタグラムに載せてますし、 TikTok とかでもたくさんいろんな動画出してるので見てくださったら嬉しいです。最後まで見てくださりありがとうございました。もし気になったコスメとかあったら、あのコメント欄とかに送っていただいたら嬉しいです。では皆さん、バイバーイ。